豊橋市立豊橋高等学校は、愛知県豊橋市東郷町43番地の位置にある市立高等学校。愛称は、一校。1927年創立。旧学生下での変遷を経て、1949年に夜間家庭のみの市立豊橋商業高等学校として独立校となり、1950年に豊橋市立高校に改称。 1966年に現校地に移転後、1967年に現校名となる。豊橋市かつ、名古屋市以外の愛知県の市では、唯一の私立高校である。教育課程は、全日制普通科なく、定時制の教育課程のみであり、昼間定時制と夜間定時制に分かれている。このうち、昼間定時制は、1969年開設の、 女子のみの二交代制の過程を改組し、1992年男女教学にしたものである。2000年から単位制を導入しており、学年制はない。本校では、卒業に必要な単位を広く認定しており、通信制課程で習得した単位や高等学校、卒業程度認定試験の合格科目を卒業に必要な単位に組み入れることができる。学内でも、正規の時間外に、 解説の特設講座を開設しており、特設講座を活用することで3年間在籍での卒業も可能である。なお、夜間部の特設講座の時間は昼間の2部の日課と勝ち合っておらず、いわゆる他県に存在する3部制定時制の体制をとっていない。不登校、経済的な混乱、学力不足、外国籍、可燃度卒ながらも、 高校の勉学をやり直して、卒業資格を取得したいなど、意欲はあるものの他の高校で受け入れてもらえない、立場にある生徒を積極的に受け入れている、公立高校である、豊橋鉄道、東田本線、東田坂上停留場より北へ、ありがとうございます。